どうも、つぶらです。最近フェスで見かけるメロンを丸ごと使ったメロンソーダ、皆さんご存知ですか？横目に通りはするものの、一回も実は食べたことがなくて飲んだことがなくて、この間ツイッターとインスタグラムでフェス飯といえばってみんなに聞いたんですけど、やっぱりメロン丸ごと使ったメロンソーダが結構あったので、これは本当に私が作りたいだけのやつなんですけど、今日はね、その丸ごとメロンを使ったクリームソーダでいいんかな、あれの作って食べていこうと思います。もう事前にメロンの中の種を取って凍らせてあるんで、それを持ってきます。なんとなく格好だけでもフェスに寄せてます。でん、まずは中をくり抜いて凍ったメロンです。めっちゃうまそう。見て、こんな感じの凍らせたメロンと、中にはどうやらサイダーが入っているっぽいので、こちらサイダー、バニラアイスが乗ってたので、スーパーカップ映えさせたいんで、色付きのストローとスプーンを用意しました。多分これだけでできるんですけど、でなんか丸いアイスを乗せたいなとは思ったんですけど、このアイスを丸くするやつ名前わからんけど、これが入手できなかったので、そのままぶち込みます。で、このメロンは、本当は一晩ぐらい固めればいいんですけど、ちょっと忘れてて3日ぐらい経ってます。まあ、冷凍されてるんで大丈夫だと思うんですけど。大丈夫。で、ちょっと固まりすぎてたんで、冷蔵庫で30分ぐらい溶かしてます。では早速、まず、こちらサイダーをこの中にぶち込んでいきます。なんかみんなから教えてもらったんですけど、この中の三ツ矢サイダーはフェス会場でおかわりができるっぽい。もうちょっと入るな。あ、でもアイス入れた時溢れるかも。こんな感じです。で、アイスをぶちのせていきます。ちっちゃい頃バニラアイス好きじゃなかったんですけど、最近食べれるようになった。あ、全然丸になりません。諦めます。緑だから赤とかピンクの方が映えるな。赤が映えるな。あ、しかもこれ普通に何も気にせずに買ったらハート型になってた。で、これをぶち刺して、あー触れる。はい、ということで完成しました。やばい、見るからにうまそう。ちょっとアイスが溶けるんで、もう早速いただきます。めっちゃメロンソーダ、やば。え、うまっ。え、無言になるレベルでうまい。果肉もシャーベット状になってるんで、いい感じだと思うんでいただきます。こんなのバカ贅沢じゃん。シャリシャリしてます。果肉いただきます。これ天国ですか？でレベルでうまいんですけど、なんかサイダーがいい感じにこのメロンに染み込んでて、果肉自体もシュワシュワします。溶け具合がめっちゃバッチリでした。なんでこれ今まで食べなかったんだろう。これは売れるわ。考えた人天才すぎん。近所のスーパーで確かメロンが780円とか800円、これこのサイズで800円ぐらいだったんで、ちょっと贅沢したい時にこれやれるな。だってこのメロンとサイダーとアイスと、まあこの、まあ、ストローは家にあるものでいいと思うんですけど、これ合わせても1000円ちょっと超えるぐらいだったんで、これやばいな、ハマるかもしらん。崩したところが氷の粒みたいになって、フローズンみたいになってる。よくなんかカラオケとかにメロンのフローズンってあるじゃないですか。あれとマジで比べ物にならんな。幸福度がすごい。果汁残して凍らせといてよかったわ。これもしこれ作る機会があったら、果汁も一緒に凍らせた方がいいです。今これ撮ってるの深夜の2時なんですけど、うますぎて引いて目が覚めました。果肉も混ぜちゃったらもう激ヤバアイスが出来上がってしまった。一回カッチカチに凍らせて冷蔵庫で解凍してからやるとうまくいく気がします。ちなみに30分ぐらい冷蔵庫に入れておきました。はい、ということで今日の動画は、最近フェスでよく見かけるメロン丸ごとクリームソーダを作ってみたでした。割とマジで簡単にできるし、そんなにお金もかからないんで、
贅沢したいなとか思った時とか、みんなで集まる時とかに作ってみるのめっちゃありだと思います。本当に幸福感がやばいから、やばい、今本当に幸せすぎて今死んでもいいわ。はい、ということで今日の動画は以上です。この動画がもしよかったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。この後ゆっくり味わって食べてやろうと思います。バイバイ。